明けましておめでとうございます。今年も頑張っていきますのでよろしく、お願いいたします。久しぶりのマイクラになります。バージョン 1.17、洞窟&崖の、アップデート。スナップショット版で続々と、追加されています。そしてスナップショット 20W51A でついに、僕が一番楽しみにしていたウーパールーパーが、来ました。もうこれめちゃめちゃ可愛いですよね。色は全部で5種類。今日はそんな可愛いウーパールーパーを、紹介したいと思います。ウーパールーパーはラッシュケイブスというバイオームに、スポーンするのですが、まだこのバイオームが開発中のため自然には、出現しません。なのでクリエイティブモードで卵から出します。ピンク色の卵ですね。出ました。茶色が出ましたね。ウーパールーパーは両生類ですが、地上ではのんびり進みます。なんかゆるゆるでいい感じですよね。でも地上では5分すると、ダメージを受けます。基本は水の中に生息する感じですね。癒されるな。ウーパールーパーは水の近くに、スポーンさせると、水を目指して進みます。顔が半分埋もれているけど、大丈夫みたい。ウーパールーパーはバケツで汲めて、また話すことができます。今サバイバルモードに変えたのでやってみます。ピンクのウーパールーパーを汲みましたよね。そこに話しますが、ちょっと不思議なことが起こります。汲んだ時と話した時の色が、変わるんです。今度は黄色。ちょっとしたイリュージョンですね。色を変えたい時にはいいかもしれないです。今度は白、どんどん変わります。でも今後この仕様は変わるかもしれないですね。ウーパールーパーは、5色あるので、色々放って他の色も、見てみましょう。これは白ですね。黄色。最初に紹介した茶色。ピンクも出ました。海が賑やかになりましたよね。たくさん放ったところで、熱帯魚入りバケツを持ちます。そして水に入ると、ウーパールーパーが寄ってくるんです。ほら、たくさん来たでしょう？そしてこんな感じで一緒に、泳ぐことができるんです。もうめちゃめちゃ天国ですね。イルカも一緒に泳いだりするけど、懐いているって感じじゃないんだよね。さあ、みんなこっちにおいで。はい、キノコさん、どこまでも一緒に。っていうのは僕の妄想だけどな。でもそんな雰囲気でしょう？もうたまりません。ウーパールーパーの繁殖方法ですが、熱帯魚もしくは熱帯魚入りバケツで、できます。ちっちゃいウーパールーパーも可愛いですよね。ウーパールーパーは熱帯魚入りバケツを、持っていると、ドラウンドやガーディアンを攻撃してくれます。あまり強くはないけど頼もしいですよね。数がたくさんいたら、戦いが有利になると思います。そしてダメージを受けると死んだふりをすることがあります。あ、この奥で死んだふりをしているのがいますね。こんな感じ。10秒すると復活します。海底神殿攻略に、連れて行くと良さげだけど、すぐにやられてしまうので、僕はあまり連れて行きたくないな。ざっとウーパールーパーを紹介しましたが、ウーパールーパーは5色いるんです。今どんどんスポーンさせていますが、5色いるうちの、一番右の青のウーパールーパーだけいないですよね。実はこの青のウーパールーパーはレアなんです。スポーンする確率が1200分の1なんです。そうなると見たくなりますよね。ってことで、ここから青のウーパールーパーが、スポーンするまで、出し続けたいと思います。どんどん出していきます。1200分の1だから簡単には、出ないねー。あ、そうそうウーパールーパーは熱帯魚が、大好きです。熱帯魚を放すとめちゃめちゃ集まってきます。すごい食べっぷりだよね。鮭とか他の魚は攻撃しているようです。なのでウーパールーパーがいるところに、魚がいると、全部アイテム化してしまって、水面にぷかぷか浮いています。魚を釣らなくてもゲットできちゃうね。地上の熱帯魚も取りに、来るかな？と思ったけど、狙っていたけど上がってこなかった。再び青のウーパールーパーの、スポーンを狙います。でもこれ本当に出なすぎだったんです。
出しすぎでこの後すごいことになっていきます。かなり時間がかかったのでここから8倍速します。海の中がいっぱいなので地上に出よう。地上で出しまくります。大量のウーパールーパーが並びますが、苦手な方がいらっしゃいましたらすみません。でも本当に出るの？っていうくらい出ません。もうウーパールーパー島みたいになってます。割とすぐに出るんじゃないかって甘く考えてました。そろそろ出てほしいんだけど。再び海の中です。ウーパールーパー入りバケツの方が効率がいいので変えてやっています。15分くらい出しまくっていたと思います。出しすぎてワールドがカクカクしてきてます。そしてその瞬間が来ます。出たー。これですね、青のウーパールーパー。どんな感じだろうってワクワクしていたんだけど、色が違うだけなんだよね。水の中だとわかりにくいので地上に出してみようかな。ウーパールーパーも馬とかと同じようにリードで引っ張ることができるんです。リードで外に出してみましょう。よし、オーケー。あ、切れちゃった。もう一回。あとは慎重に連れてきましょう。あの島で降ろそう。そーっとやらないと衝撃が怖いな。力加減が難しいんだよね。あと少し。あ、やっちまったよ。レア君、ごめんね。最後はちょっと悲しいことになってしまいましたが、ウーパールーパー可愛いですよね。僕は楽しみで仕方ないアップデートです。今回はウーパールーパーを紹介させていただきました。 1.17 のアップデートはまだまだたくさんあるのでまたやりたいと思います。それではちょっとすごいことになっていますが、動画はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。